こんにちは、みなりんです。今回は GA の新作のカーディガンのデザインがすごい僕の好みで、見た感じ過去一可愛かったので、そちらを紹介していきます。はい、こんな感じで僕はオンラインストアで買ってきました。あー、良さそう。あー、可愛い。すごくいいんだけど、今までで一番このデザインいいですね。いい、めっちゃいい。思ってたより生地感薄めになってますね。まあ、まず最初はね、この白 T シャツで合わせてみます。はい、ちょっと古着っぽさっていうのが感じますね。今まで GU 見てきたんですけど、あんまりこういうデザイン見たことないんですよね。ちょっと古着タッチというか、すごく可愛いですね。僕だいたい身長170くらいなんですけど、 L サイズでちょうど良かったです。ジャストサイズって感じかな。このカーディガン絶対売れますよね。秋とかに売ってたら多分完売するレベルで可愛いです。なんだろう、何がいいんだろう。まずはこの肩の落ち感が感じやすいってとこですね。脇下もかなりゆるっとしています。見た感じ白シャツとか相性良さそうですよね。この襟を少し出す感じで絶対いい。これはね、またちょっとコーデとか組む時にやっていきます。この布っぽさっていうんですかね、縫い目をちょっと残してるような感じのデザインで、こういうデザインあんまり GU なかったですよね。ちょっと古着っぽいです。で、ここにねポケットが2つついてます。あとボタンに関してなんですけど、大きめのボタンが4つついています。着てみると分かるんですけど、ここの肩の部分が落ちたデザインで、この腰周りがちょっと丸くなってますね。まあ、ダークグレーは必ず買うって僕は決めてたので買ったんですけど、ワインですね。この色は僕使ったことないので、ちょっと正直コーデの組み方が分かんないです。本当に挑戦するために買いましたね。赤み強いですね。一応ワインカラーなんですけど、いや、どうだろう、なんかベージュとかカーキとか似合いそうですね。うわ、全然雰囲気違う。何これ、うわ、かわいい。これはいろいろと考えてみる価値いっぱいありますね。思ってたよりこのカラーが明るめだったので、まあ、ベージュとかカーキで色味を合わせていくって感じが今のところかわいいのかなとは思います。カラーによって生地感が違くなるとかはなさそうですね。唯一変わってるかなっていうとこなんですけど、ボタンの色かな。若干ワインの方が茶色が混じってる感じです。メンズアイテムって書いてあるんですけど、これレディースの女性の方でも全然着れます。僕はオーバーサイズで着るより、これはね、ちょっとジャストサイズ気味の方が可愛いなっては感じます。はい、実際今ねちょっと考えてコーデ組んでみたんですけど、こう完全にしっくりくるとこまで来てないです。これ白 T の方可愛いかな。ちょっともう一回着てみます。あー、これは白 T だな。今使ってるアイテム説明していくと、足元白のスニーカーで、パンツはユニクロのオフホワイトカラーのパンツを使っています。で、中の T シャツもユニクロの T シャツです。パンツをオフホワイトにして、トップスと同じ色にしないようにしたんですけど、多分ね、この微妙な色の違い結構いいと思います。まあ、使ったことないカラーにしては結構いい感じのコーデは組めたんではないでしょうか。ボタン閉めても可愛い。で、こんな感じの細いネックレスつけてるんですけど、僕は首元なんか寂しかったのでつけました。細めのネックレスも相性いいですね。いい。このワインのカラー使うときはちょっとブラックを入れすぎないようにした方が、コーデの色味の感じとしてはいいと思います。多分ね、ダークグレーとかは相性いいんですよ。小物系はブラックおすすめです。今着た感じすごく良かったですね。はい、2つ目のコーデ組んでみました。で、白シャツちょっと見える感じでレイヤードスタイルっぽくも仕上げました。綺麗めでシンプルに着たい人は白 T シャツで、ちょっとカジュアルになってもいいから、少しみんなと違ったコーデがしたいなって思う人は、まあ、白シャツで選んであげてコーデ組んであげても結構面白いと思います。で、パンツはダークグレーのもので、ちょっと足が細く見えるような形にしました。いいですね。結構僕の中ではうまく作れたと思ってます。着てて思うんですけど、こうどういう組み合わせ方しても全部可愛くなりましたね。このワインカラー使うとカジュアルっぽいような見た目になるのかなって思ったんですけど、綺麗めで可愛いコーデって感じになりますね。あー、可愛い。いい。このワインカラー使う人ぜひね、このダークグレーのパンツと合わせてみてください。で、次はこちらのダークグレーを使って2つくらいね、おすすめのコーデをちょっと今から考えていきます。はい、ダークグレーを使って1つ目のコーデ組んでみたんですけど、これ結構僕の中で自信作です。今入ってるパンツがカラースラックスって言って、レディースのパンツになるんですけど、こちらのカーディガンとの相性が抜群でした。今みたいにトップスがゆるっとしたコーデだと、こういったスラックスとの相性がすごく良くなるので、こういった足がすっきりとして見えるスラックスが本当におすすめです。で、やっぱり白 T シャツ合わせですね。これが一番シンプルで可愛いです。で、全体で見るとこんな感じで、結構シンプルにまとまってます。はい、ボタン閉めてみるとこんな感じです。まあ、悪くはないんですけど、ちょっと
重く見えるというか、白が欲しくなるなっていうのは正直あります。ボタンを閉めた方が可愛いのか分かんないよって人はとりあえず白系のパンツを買っておくのがおすすめです。で、次に2つ目のコーデ作っていくんですけど、さっき言っていた白系のパンツを使ってコーデを組んでみます。はい、ダークグレーのカーディガン2つ目のコーデはこちらです。さっきのコーデのカラーをただ反転させたってだけなんですけど、結構こっちのコーデも僕好きですね。このダークグレーに関してはブラックの T シャツも結構ありです。腰から下は白系にしてあげて、トップス部分は全て黒系で統一するってコーデが見た目も綺麗で可愛く仕上げることができます。このダークグレーのカーディガンに関しては白シャツよりかは T シャツでシンプルにコーデを組んであげるっていうのが結構いいと思います。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。最後にね、少し話しておくんですけど、こういう普通のハンガーにかけておくと絶対形が変わります。そんな感じがしますね。畳んでいてもあんまりシワになる心配はなさそうなので、僕は今のところ畳んで保管しようかなと考えています。それか普通のハンガーにこうやってこういうやり方、あ、これならいいですね。シワになる心配はないので、カーディガンをどうしてもハンガーの中にかけたいって人はこちらのやり方ちょっとね参考にしてみてください。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。今回合計4つのおすすめコーデを紹介したんですけど、この中でね1つでもコーデの参考になればすごく嬉しいです。よかったらね次の動画も見てくれるとすごく嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。